旧篠原家住宅旧篠原家住宅は、栃木県宇都宮市舞泉一丁目にある歴史的建造物。土蔵造りの母屋と心造は、江戸時代以来の交渉であった宇都宮市の代表的旧家、篠原家が1895年に建てたもので、旧篠原家住宅の名称で建造物部門の重要文化財に指定されている。 篠原家は下谷国河内郡宿号村の篠原本家四代目の三男が宇都宮城下の幕露町に江戸時代末期に起こした醤油醸造業を営む商家で野豪を堺や、家門を丸に横目国とした明治期に入ると肥料業をまた太平洋戦争後には倉庫業などを営んだ宇都宮有数の交渉であった1924年時点で 田畑111町部、小作人150人を抱えていた。1945年7月12日の宇都宮空襲では、周辺の建物が消失する中で唯一残ったため、翌日に兵隊が炊き出しを行って、店の前で市民におにぎりを配布した。とはいえ、篠原家も醤油醸造像や米造など多くの建物を消失している。 外壁を黒漆喰塗りとし、一階外部は両側面を大谷石張りにするという、この地方独特のものである。装飾性は少ないが、建築部材は贅沢に使っている。開館時間中は観光ボランティアガイドが常駐しており、解説を受けることができる。外壁を黒漆喰塗り、一階外部を大谷石張りとする。生活用具、衣類、書画、骨董などの美術品。 古書などを保管していたという、醤油醸造に使用した道具等を保管していたという、ありがとうございます。